こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今では軍事大国3位のアラワだが、ようやくステルス戦闘機といえる戦闘機が開発された。といえば新型戦闘機を開発したのかと考えるが、そうではなく SU-57M というステルス戦闘機と同じ機体とも思える戦闘機を新型機で発表した。詳しく見ていくが、中身としてはそんなに変化している機体ではないように感じた。新型というのかアップデートというのかはわからないが、今回は SU-57M 戦闘機を詳しく見ていきたい。2020年6月現在で、ロシアの最新鋭の戦闘機といえば第5世代戦闘機である SU-57 が挙げられるが、先頃、この機体の改良型とも目される SU-57M が、開発されていることが現地メディアから報じられた。この SU-57M 戦闘機は、スーパースホーイとの別称で呼ばれているとも伝えられるが、公式には SU-57 戦闘機の第2段階とされ、いわば 5.5 世代相当の戦闘機ではないかと噂されている。現時点では SU-57M 戦闘機の仕様がどのようなのものなのか全く不明なため、こうした呼び方が適切かどうかも含めてまだまだ謎のベールに包まれた機体だというほかはない。ただ SU-57M 戦闘機は従来型と比較してレーダーなどのアビオニクス類が刷新され、機関部も最新型のジェットエンジンが実装されたものとされており、 SU-57 戦闘機の進化系には違いなさそうだ。それでも何をもって第5世代を超えて第 5.5 世代と呼ぶのかも未知数であり、同機がそう呼ぶにふさわしい新機軸を実現しているのかについては続報を待つ以外に方法はないだろう。しかしロシアは SU-57 戦闘機をようやく実戦配備し始めた段階であり、その数量自体も調達予定数もわずかに76機に過ぎず、おおよそそこまで抜本的な改良を施してくるとは考えづらいようにも感じる。こうした時期主力戦闘機の数だけを見ると、かつてのソ連時代のような脅威はさほどこの分野には感じられず、もはや中国の方が西側諸国から見てもはるかに脅威であることを身につまされる。ちなみに SU-57M 戦闘機は全長 19.8m、 全幅 14m、最高速度マッハ2以上、航続距離約3500から約5500km程度と見られており、アメリカで言えば F-22 ラプター戦闘機に相当する。その F-22 ラプター戦闘機は、全長 18.92m、全幅 13.56m、最大速度マッハ 2.42、航続距離約3000km であり、最高速度を除けば、どの根も近似値であることが見て取れる。さらに、F-35A ライトニング2戦闘機は、全長 15.67m。
全幅 10.67m、最大速度マッハ 1.6、航続距離約 2200km と、機体サイズ、速度、航続距離のすべてで小型な廉価版であることが、伺える。ただし、SU-57M 戦闘機が世界に小さくない衝撃を与えたのは、そのコストであり、ロシアは同機の調達価格を76機合計でで約2900億円、1機あたりはなんと約38億円にしかならない計算だ。これはすでに生産が終了し、当初想定よりも大幅に少ない187機しか製造されなかった F-22 ラプター戦闘機が、その膨大な開発費用を差し引いた金額、1機約160億円と比べても破格の低価格だろう。 F-35A ライトニングにもすでに受注数は全世界で約4000機を超え、最新の生産ロットでは1機あたり約100億円を切るまで低下したことと考え合わせても驚愕の低コストのように聞こえる。しかしこれはやはり開発コストの上乗せ分を除き、あくまで機体の単価を安価に見せることで第三国への輸出を進めようと考えるプーチン政権の価格戦略との見方が有力だ。ただし現時点で SU-57M 戦闘機の輸出が決定した国はアルジェリアのみしかない状況で、ロシアからの兵器購入の多いインドやアメリカと関係のこじれたトルコなどが次の有力候補のようだ。それ以外にも中東のバーレーンやベトナムなどの国が SU-57M 戦闘機に興味を寄せているとも伝えられているが、確定した情報としてはどちらの国も採用を決めたとは伝わってきていない。こうした国の中で興味深いのは韓国の名も含まれていたことであり、結果 F-35 ライトニング2の採用を決めたことで SU-57M 戦闘機の目はなくなっているものの、一時期はその可能性もゼロではなかった。インドやトルコなどの第三国であれば、そこまでキーには感じない。ロシア製航空機の調達ではあるが、こうしたところに名を連ねる韓国に、F-35 ライトニング2戦闘機を売ったアメリカにも疑問を感じる。さて、SU-57M 戦闘機の導入を決めているアルジェリアは機体数では14機と、そこまで大量の購入には至っていないが、アメリカの支援を受ける。隣国のモロッコを睨んだ配備であることが見て取れる。モロッコは2019年にアメリカ製の F-16V 戦闘機25機の購入を決定。既存の機体として保有している F-16C ブロック52戦闘機40機にも V 仕様のアップグレードを施すことも同時に決定している。 F-16V 戦闘機は同機の最新型であり、機体こそ第4世代ベースとしているものの、アビオニクスには最新のレーダー類を備え、台湾を
66機の購入を決めている完成度の高い機体であり、この大事には注目が集まる。